住田四郎10月21日から1979年11月2日は日本の陸軍軍人陸士24期陸大33期主席最終階級は陸軍中将本籍愛媛県住田忠興の4男として名古屋で生まれる広島陸軍地方幼年学校中央幼年学校を経て1912年5月28日 陸軍士官学校を卒業。同年12月砲兵将尉に任官支援砲兵第4連隊付となる。陸軍砲向学校高等科を卒業し、砲向10砲兵代替付陸軍重砲兵射撃学校教官などを経て、1921年11月、陸軍大学校を卒業。揺ら10兵連隊中隊長、陸軍省軍務局付勤務、軍務局会員、 フランス駐在などを経て、1925年から3年間、フランス陸軍大学校で学んだ。フランス滞在中には、フランスに留学していた、天春正彦とも親交があった。帰国後、陸大教官、参謀本部部員、県軍令部参謀、フランス大使館付、武官、陸大教官、参謀本部課長、野砲兵第三連隊長、砲兵幹部部員、 独立重砲兵第15連隊長などを歴任し、1938年7月、陸軍少将に進級した。野戦重砲兵第6旅団長、陸軍重砲兵学校長、大本営参謀などを経て、1940年の北部仏印新中にあたって、ハノイに出発する際、東条秀樹陸将から悪くなっている仏印側の対日感情を和らげること。 フランス側には平和心中であることを徹底せしめよと訓示を受けている。1941年7月、南部仏院心中に際しても現地で折衝に当たる。翌8月、陸軍中将に進級。同年9月、第39師団長に親保され、偽将の警備に当たる。1944年11月、第一軍司令官に転じ、大元で敗戦を迎え、 1949年2月に復員した。なお、第一軍の将兵のうち2600名は大陸に残留し、中国国民党系の遠釈山の軍隊に参加して、3年半以上に渡って中国内戦を戦うことになったが、この残留が住田と遠釈山との密約に基づくものであり、住田は部下将兵を売って帰国したのであるという説がある。 品派県軍参謀として敗戦を迎えた宮崎春市中佐は、住田による残留命令書を見たと証言している。ありがとうございます。